皆さんこんにちは。少し前に創作願いのリクエストをいただいた動画を出しました。その中で、いくつか解決したものがあるのでご紹介しましょう。発見されるスピードが速すぎてびっくりしました。それではどうぞ。はじめに断っておきますが、依頼主さんが直接これだ、と言われてないものもあるので、もしかしたら違うかもしれないです。ただ、個人的にだいぶ近いと思うものを紹介していきます。まずはこちら、20年前のアニメ、20年から25年前に、藤子、F、不二雄風のアニメを見た記憶があり、その内容が印象的だったというものです。この件について、最も近いと思われるアニメですが、藤子、F、不二雄の緑の守り神、ではないかというコメントをいただきました。この話は、男女が飛行機の墜落事故に遭い、目を覚ますとそこは辺り一面が密林ばかりでした。やがて、二人はこの世界が核戦争によって滅びたことを知ります。最終的には男女二人が人類発展のために頑張ろうというオチで終わります。また、男性が、俺たち、二人だけの人類なんだ、と言って女性を襲うシーンもありますし、女性が逃げるところまで一致しています。ただ、人魚の肉に関しては全く出てこないので、これは記憶違いなのかもしれません。この話の他に、絶望の島、という話も、収録されていてこちらでは海で男女二人が魚を食べるシーンがあります。このシーンを勘違いしたのかも、と思ったのですがどうでしょうね。他にも同様の一話完結型のシリーズになっているみたいなので探せば完全一致する話があるかもしれません。次に、途切れない電車の映像、両つべにアップされている動画で、途切れることのない電車の映像があるらしいのです。その動画がこちら。一人が右を向く。全員が右を見る。というタイトルの動画です。こちらは不思議な映像を創作している YouTuber さんの作品でした。途切れない電車を見ていると、周りの風景がいつの間にか逆再生を始めるという内容です。気になる方は見てみてください。この映像は CG か何かだと思いますが、121両編成の電車らしいですよ。ちなみに、サハラ砂漠を走る貨物列車は200両編成のものがあるとのことです。すごいですね。最後に、不気味な CM、赤ちゃんに嫉妬した男の子が、母親の乳首に毒を塗って殺害しようとするなんとも過激な CM を見たという話です。これに関して、実際の映像は見つからないものの、有力な目撃証言をコメントでいただきました。それがこちら。全く同じ内容の CM を、フラッシュゲームまとめサイトで見たという証言です。保険会社のウェブ CM だったらしく、生命保険の宣伝だったようです。ウェブ CM ということは、ウェブサイトに出てくる映像広告みたいなイメージかと思います。確かに、過激な内容をテレビ CM で流せるわけがないので、ウェブ CM だとちょっと納得ですね。しかし、広告となるとアーカイブが残っているわけでもないので、映像を探し出すのは非常に困難かと思います。ただ、目撃証言があったのは大きいですね。いかがでしたでしょうか？このチャンネルを始めてから、皆さんの考察コメントを見るのがとても楽しみです。そうそう、8月以降は時間的に余裕ができるので、今までやろうと思っていた声出し動画を再開したり、新企画をやってみたりと皆さんの暇つぶしになるような新しいことをやっていきますので、お楽しみに。